点賛否払うとそこがね丸々ロスになっちゃうんですけど、はい、3万はフォローされてる。あ、ダブトンと1赤赤、あーにこれ赤さん赤さんドラドラですよ。なにこれ、全部どっか切らないとですねこれね、全部使えるのはちょっとなかなか難しい。はい、あとポンだポンだポンだ、ダブトンドラ4で上がると跳ねますね。じゃあ赤どっかドラ1個切ってもいいですね、うん、最終的には。うん、まあ、ただ別に跳ねまんにする必要ないんで2つ切ってもいいですか、2つ切っても大丈夫。いいですね、うん、12000と18000ね、どっちももうね、例えばルミから上がっちゃうともうほとんど決まりみたいな感じですよね。そうですね、うん、あでも内川もいいぞ。あいいな、ただ本命あるから想像に寄せるはあんまりしない。あでもちょっと意識あるな。おわお何これ何これ、ちょっとドラ全部ドラ独占企業、ドラ独占禁止法に触れますよこれは。ちょっとドラさん赤さん、ちょっとこの世のドラ全部来ちゃう、数ピン聞いたらこの世のドラ集めちゃった。8班あります、ドラ6ダブトン8班です。2万4000で今シーズン、あー振り手内川痛いじゃんこれ、今シーズン倍満出まくってますからね、また出るんじゃないのこれ。でも関数マンチーしたらどうすか、チーソーとか切るんすか、ヤンソーとか切るんすか。関数マンチーはもうチーソーですね、チーソーですか、はい、で赤ウソ1個切ってもいいと、うん、かそもそも全部使うつもりでもう打ってないと思うんですけどね。じゃあローソーチーできたらマンズ払うと、うん、だってそれでもう1万8000じゃないですか、確かドライオンで、うわーすごいよこれ。全部使うルートはローソー引いたらでもマンズになっちゃうな、うん、数層引いたらチーソーとか一回打ちます。あそう、ただ赤ウピンが余っちゃいますねそれだとね。いや数層引いてチーソー打って数万チーしてるやん、そうです。あなるほど、はい、そしたら全部使います、ね、はい、でもちょっと無理かな。でも全部使っても1万8000円です。全部使ったら2万4000円ですよ。え、ドラ6ですもん。あそっか、はい、ドラ6か、はい、ドラ5だと1個足んないか、うん、ダブトンドラ6です。すげえな、2個切っても2個切っても1万8000ってこと。ね、2個切る方が難しいぐらいの手ですけどね。ああでもこれ1個出ますね。これ2個出るかもしれない。とりあえず赤ウソか。赤ウソ切っとけばいい数層泣けるかもしれませんもんね。いやどっちだ。赤ウピンか赤ウソですか。危ない方先に切るか。出たよ石橋さん、はい、赤ウソ切っていい数層狙い、石橋さん。いやあのね、はい、これ普通ですか。想像で危ないのは1数層6級層なんで。あむしろそうです、そうです、あの両面だったらそうじゃないですか。危ない数字になりましたね。じゃあ、うん、チー層とか、あ広くした、どっちだ、まあ、形で 3万ですね、うん、テンパイチャンス広いのはウーピンなんですけど、街の良さを選びましたね。これで必ず両面以上のテンパイが入ります、うん、これ相当ポン手に見えます。うわこれすごいポンだよ、はい、これ今内川の振り手のイースマン食い取ったよ、ウッパーピン買わせたかもしれないのに。そうかそうか、これすごいポンだよこれ。両面テンパ入ってるんですね、はい、ウッパーピンテンパ入ってたとこです。このうーわーこれは本当にぐちゃぐちゃになったよ。でさらっとパーピンでね上がってたかもしれないですね。いやこれ本当に小林のねウーピンとかまあ出ないこともないかもしれない、うん、しかも3ピン1点じゃん。あーテンパった、イスソこれ何点に見えます。いやこれね、あの数ピンがちゃんとに見えますね、少なくとも数ピンがちゃんとに見えますか。って見ると争点に見えるんで、イスソ6級層ですね、やっぱり数ピンちゃんと前提で考えると、はい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 、パーピンが通ってるんで6級ピンウッパーピンも少なくて、うん、そっか、数ピン2枚で組み立てていくとイスソ6級層ですね。確かに、うん、小林数ピン頭だなと思うと、はい、でチーソーポンされてるから結構いい数層。そうですですね、椅子層ですね、うん、はい、かまたはなんかいやペン三層もおかしいんですよね。関数マン払ってるから、両面変化欲しいじゃないですか、ドラ数ピンが2枚以上あると考えると、はい、ってなるとペン三層とかも出てこないですよね。だから想像で待ちになってるのはもう椅子層ですよね。でもこれイーソー場に2枚打たれてるけど、イーソー2山で数層も2枚あって4山ですよ、うん、さっきラスハイのウーマン引いて6000オールの小林がこのイー数層引けない感じがない。 あとそっかトイトイとかが出てくるかもなと ね、 トイトイね、我々は見えちゃってますからね手がね。赤ウーソーとにかくさっき切ってチーソーの頭固定してるんですよね、うん、1回は。そうですね、であと関数マン、はい、残してる。
ちょっと違和感、だいぶ違和感ありますけどね、赤嘘先切りがね。おかしいですよね、うん、頭が他にあるのに。そんな打ち方するか。まあ、あとは赤またぎとか。ああ、まさにスーピンちゃんとだったら。いやでもおかしいな、3556って例えばスチマになってるケースは、ね、スチマですよね、うん、おかしいんですよ。チーソー、あ、これスーマン取りますけど、はい、ね、二度受けの数万残してね、赤嘘先切って、要は3556残して577の嘘切ってるってことですもんね、うん、いやおかしいですね。赤またぎもちょっとなさそうですね。うん、あるとしたら嘘のまたぎですけども、はい、それもね、うん、それもね、いやないな、まあ、普通に考えるとやっぱりね、メンツ手だと一層がと危険牌になりますね。自敗はどうなんだ。シャーペーナン白髪春全部切れてるな。積もっちゃうんじゃないの、贅沢なんじゃないの。一応トイトイですよ。本当だ、手からウーピン打ちました。うん、もう分かんない、どうかな。スーピン2枚前提だと結構からぎりに見えますけどね。そっか、スーピン2枚持ってるとしたらどうなんだと。そうですね、スーピンが雀刀だとするってことですね。うん、やっぱり三蔵とかちょっと嫌がってますよね。うーん、変だな変だなと、うん、でも そもそも変なんで、もうもう何にもいかないかってなりやすいですね、こういう捨て牌はね。うん、現物になった、なかなかないじゃないですか、こんなダブトンポンしてる人が。うん、赤2つも切って、ね、ターツで、しかも、うん、しかもターツの赤を2つも切ってるってことですからね。イーソー減りましたね。イーソーがあと1かな、でも数層がまだ2枚ありますよ。先ほどはラサイのウーマン仕留めて、8枚目のウッパーマン仕留めて、6000を決めています小林。ルミが一応イーシャンテンなんですよ、ずっと。そうですね、トンもねポンされてる相ですからね。はい、このチーピンどうなんだ。チーピンはね、さっきからスーピン積もった、積もった6000は6100オール、ダブトンドラさん赤6000は6100、2局連続6000オール、あっという間にトップ目。心配した私がバカでした。まあ通常営業でした、ね、44って来てた53、8000点報酬、関ローマに負けてどうなっちゃうのと思ったら、8000上がって6000の6000です。あっという間に、あっという間にトップ目。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。